リチャード・ジェイソン・サターク・ハリスは、アメリカ合衆国の政治家、元陸軍州兵及び元連邦航空局の航空管制官。所属政党は、リバタリアン党。元オクラホマ州第4選挙区選出の共和党の会員候補者。元2012年アメリカ合衆国大統領選挙のリバタリアン党候補者の一人。彼は2014年のオクラホマ州知事選挙出馬のため、 リバタリアンとしての立場で民主党からの立候補を発表した。ジェニファンフレンドリー夫人との間にメルセデス、ジョージア、ワイアット、ペイトン、ブラックストンの5人の子供がいる。現在、オクラホマ州ノーマン在住。カリフォルニア州リバーサイドにあるマーチ統合空軍基地で生まれた。父親、リチャード・マイケル・セッター・インテ・ハリスはネイティブアメリカンのカヨワ族の地が入っており、 海洋アネーションのメンバーで空軍基地で軍医だった。また現在父親はオクラホマ州カーネギーで海洋ア族のためのインディアン保健診療所で医者もしている。彼自身も父親が海洋ア族の地が入っているのでインディアン血統度証明書を持っている。彼がまだ若かった頃両親が離婚し彼は母親デボラジルに引き取られ母親とアリゾナ州 カサグランデに移住した。母親がサム・ダブルー・バーンズと再婚したため、彼はジェイソン・サム・バーンズと名前を変更している。高校卒業後、オクラホマ大学に進んだ。ジェニファー・フレンドリーと結婚しており、5人の子供にも恵まれている。そして、妻子と共にオクラホマ収納マンに移り、名前をバーンズから前のハリスに変更している。1989年に、 オクラホマ州の陸軍州兵として、以来20年以上軍に在籍、軍曹として、韓国、イラク、2010年と2011年にアフガニスタンと4回海外に、駐留。中小企業を運営している、航空管制官として、連邦航空局でも働く。2010年に、共和党のリバタリアン系、下部組織である、共和党リバティコーカサスの支援のもとの候補として、 共和党のランドポール、ジョン・デニス、デブラ・メディナやイラク戦争での元海兵隊の活動家、アダム・コケッシュ、保守派のサラペーリンなティーパーティー運動から支持され、オクラホマ州第四選挙区選出での共和党候補としてアメリカ合衆国会員に出馬した。彼はリバタリアニズムとしての憲法としての主張やバラク・オバマ大統領が進める医療保険改革や、 大きな政府路線に反対し、保守派の指示も受けた草の根運動を展開し、共和党指名争いで現職のトム・コール下院議員に挑んだが、惜しくも敗れた。2011年4月24日に2012年のアメリカ合衆国大統領選挙に出馬を宣言した。彼は大統領選に出馬するにあたって、共和党からリバタリアン党に変更して、 リバタリアン党の候補者の指名争いに参戦することとなった。一方で彼は共和党指名争いに参戦しているロンポールも支持している。フォックスニュースの保守系リバタリアンの番組フリーダムウォッチにゲスト出演した時番組のトークショーのホストを務めるアンドリュー・ナポリターノから素晴らしいリバタリアン候補だ。 と絶賛されている。ゲイリー・イー・ジョンソン候補に続く、2位につくなど、検討ぶりを見せたものの、しかし、2012年4月11日に、リバタリアン党の大統領選挙の指名争いの、キャンペーンからの撤退を表明した。撤退の理由は、資金難などの理由であるが、彼は、オクラホマ州第4選挙区選出で、独立した、無所属候補の会議員になるため、 トム・コール・会イ議員と戦うためとしている。彼は、コール・会イ議員は、議会で、保守的なリーダーとして失敗したとし、自分は、リバタリアン議会での真の保守派だと言っている。2013年8月3日に彼は今度は2014年に、行われる、オクラホマ州知事選挙に出馬することを発表した。彼は、知事選挙で、リバタリアンとしての民主党候補からの出馬を、発表している。 ありがとうございます。